静岡県立掛川工業高等学校は、静岡県掛川市葵町に所在する公立の工業高等学校。略称は、係校。学校の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1963年に、中園工業高校として、開校、1978年に現意名に、 解消した。就職指導が充実している。近年では、国公立大学への進学者も多い。教室棟は3棟あり、機械化、電子機械化、電子電気化のある棟と、主に実習を行う棟に、環境設備化と、情報技術化のみの3クラス分の別途がある。工業高校らしく、部活動については、ロボットコンテストでの活動が顕著となっている。弓道部 ソフトボール部、ロボット工作部、水泳部が全国大会に出場している。体育大会では、例年、男子生徒が多い関係上日本、体育大学由来のエッサスサが、伝統演技として行われていたが、現在は行われていない。括弧内は略称。校歌は作詞、新葉英治、作曲、はっと 応援歌は作詞、静岡県立中園工業高等学校、吹奏楽部、作曲、福田正幸。静岡県立中園工業高等学校から、静岡県立掛川工業高等学校に、公面変更された際、歌詞も一部変更された。2002年度の進路先は、就職49%、大学22%、短期大学。 高等専門学校2%、専門学校、各種学校23%、進学準備4%。なお、情報技術科のみで見ると、進学75%、就職、自衛等25%。2018年度の就職内定率は100%であり、求人倍率は5.3倍である。就職66.5%。 大学17.9%進学先の大学としては、国公立で、静岡大学、豊橋技術科学大学、合津大学などがある。私立大学では、高大連携先の静岡理工科大学のほかに、愛知工業大学、金沢工業大学、神奈川工科大学などがある。工業系の大学のほかに、福祉医療系や、 経営学系に進学する人も多い。2006年1月25日、静岡県庁の依頼を受け、電気、アマチュア無線部の生徒が防犯灯を作成し、静岡県庁と関係機関が、袋井市の電柱に設置した。防犯灯の証明は、農作物の生育障害や、病害中の誘引を引き起こすため、農村部では設置への理解が得られなかった。 生徒が作成した防犯灯は時速 30km 以下で動く物体にのみに反応しタイマーやリレー方式で点灯時間を最小限にするなど農作物への影響を極力抑えている。静岡県庁県民生活室は2006年12月まで実証実験を行い効果が確認できれば普及させる方針。 2006年2月17日、機械科3学年の生徒6名が、卒業記念に、アルミニウム合金製掛川市師賞を2つ制作し、掛川市教育委員会に寄贈した。掛川市教育委員会は、掛川市生涯学習センターと掛川市立、大東図書資料館に展示する予定。菊川市の企業が二液混合鋳造用芋の砂を提供するなど、 製造には地元企業の協力もあった。ありがとうございます。